はい、よろしくお願いします。今日のマジックではどなたかに1枚のカードを選んでいただきたいなと思ってるんですが、あなた手伝っていただけますか。ではストップお願いします。どうぞ。ストップ。ではこちらのカードを使いましょうか。普通のマジックであればこのカード皆さんに見てもらうんですが、今日は僕も皆さんもこのカードを見ていない状態でこのカードを当てていきたいと思います。さらにこちらのカードがヒントになってはいけないので、こちらも混ぜておきますね。まあ混ぜるとは言っても普通に混ぜるような生優しい方法ではありません。どうするかというと、こんな感じでだいたい4等分に束を分けたら、表と裏がぐちゃぐちゃになるように混ぜていきたいと思います。まずはこの束とこの束から、こうすると完全に裏と表がぐちゃぐちゃになってしまいます。しっかりと噛み合わせたら次の束とも混ぜ合わせます。混ぜる束を増やせば増やすほどカードの状態がカオスになっていきますよね。まあ見たくないんですが、一応カードの状態見てみると、いやひどいですね。これだとこのカードを当てるどころか、この束を元に戻すのが大変ですよね。でも僕はマジシャンなので、一回指を弾くとこのカードの向きが元に戻るマジックではないんですが、見てみると、何か気づきますかね。表になっているカードを見ていくと、ハートのエース、ハートの2、ハートの3、ハートの4、5、6、7、8、10、11、12、13。そう、ハートの9を除いたハートのカードが全て順番で現れます。ということは、このカードはハートの9ですよね。始まるよ。カネです。今日の動画では裏表ぐちゃぐちゃに混ぜたはずのカードが奇跡を起こす2種類のマジックを解説していきます。タイトルにもある通り、今日紹介するマジックでは難しい技法は一切使用しません。よく使用されるダブルリフトですら必要ないということですね。今まで人前でマジックをしたことがない方から、これからマジックのレパートリーを増やしていきたい方まで、間違いなく役に立つ動画になっているので、何度でも見返せるよう今のうちに高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは解説スタートです。使用するのは一組のトランプ。至って普通のトランプですが、このマジックでは始める前にあるセッティングをしておきます。それは何かというと、お好きなマークの1から13までのカードを取り出し順番に並びます。この中で選ばせたいカードを1枚決めて、揃えた時に一番上に来るようにセッティングして準備完了です。このようにセットしておけば、9以外のハートのカードが表向きで現れてカードを当てるという演出になるわけですね。この状態で箱などに入れておきましょう。マジックが始まったら、まずは束の一番上にあるカードを観客の方に選ばせる必要があります。カードを弾いていったら、ストップのかかったタイミングで止めて、左手の指で一番上のカードをホールドしながら上の束を引き抜きます。こうすることで観客の方が自由に選んだように見えて、実際はセットしておいたカードを選ばせていたわけです。この動きをバレにくくするコツとしては、上の束を引き抜く際に一言添えてあげましょう。例えば、このカード僕に見えないように皆さんで確認してくださいであったり、カードを弾いていってストップと言ってもらったら、こっちのカードは見えてしまっているのでこっちのカードを覚えてください。このように手の動きに理由を与えてあげることによって、一気に自然な演技に見せることができます。ただ今回のマジックは、最後まで選んだカードがわからない方が見ている方も楽しめると思うので、普通なら皆さんに見てもらうんですが、今日は誰も見ない状態でここに置いておきますねと言って置いておくといいでしょう。もしも見てしまいそうな方がいれば、上に何か置いておくといいと思います。ここから残ったカードを表にして4等分にしていきます。この時のセリフは何でもいいですが、実演ではこちらに残ったカードがヒントになってはいけないので、カードを混ぜていきますが、今回は少し特別な混ぜ方をしますというような説明をしていました。だいたいカードの4分の1くらいを取り、表向きに、また4分の1を取り出しますが、この束は裏向きで置いておきます。もう一度束を分けますが、ここではセットしておいたハートのキングを探してください。このカードですね。ここから先は全てハートのカードが順番に揃っているわけですが、この後ろが見えないように分けて、表裏交互の状態にしておきます。ここから表裏バラバラの状態で混ぜていきましょう。まずはセットしたカードとその隣の束を混ぜますが、このマジックでは本当に混ぜ込んでしまいます。見せられるのがいい点ですね。続いて3つ目の束を混ぜていくわけですが、ここで重要なのは、先ほど混ぜたこちらの束を反転させておくことです。バレても特に問題がある動きではありませんが、完全に表裏バラバラになっていますねというセリフを添えておいてもいいと思います。
重要なのはセットしたカードと同じ向きのカードを混ぜないこと。この状態でカードを混ぜると表向きのカードはセットしたカードだけの状態です。なのでここで広げて見せることはできません。最後の束を混ぜるときもまた混ぜた方の束を反転させておくことでセットしたカードと同じ向きのカードが増えることはないわけです。理解してしまえば簡単な理屈ですが、見ている方からすればただただ表裏でカードを混ぜているようにしか見えないので、これから何が起こるか想像すらできていない状態です。バレる要素がほとんどないわけですね。この状態でセットしたカードが見えない向きで一度表と裏がバラバラなことを示してあげます。さて、いよいよオチの部分ですね。これらのカードを反転させてカードをゆっくりと広げていくと、ハートのエース、ハートの2、ハートの3と順番に出現していきます。一気に広げるというよりも一度この辺りで止めて、観客の方にこれから起こることを想像させた方が盛り上がると思います。観客の方が何かに気づいた素振りを見せたら、そこで一気にカードを開けて、そう、ハートのカードが順番に出現しますと伝えて表になっているカードを読み上げます。ハートの9は選ばれてここにあるわけなので、この中にはありません。ここにないということはと言ってカードを開いて演技終了となります。難易度に比べてかなり不思議ですし、何より分かりやすく老若男女誰に対してでも行うことができます。テレビでプロの方が行っているのも何度か見たことありますね。難易度と凄さが比例しないことがよくわかると思います。続いて2つ目の実演に移りますが、ここまでの内容で役に立ったなと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。見ている方の反応が動画作成の大きなモチベーションになっていますからね。それでは引き続きお楽しみください。はい、よろしくお願いします。ではあなたにもう一度ストップをかけていただきたいと思うのですが、大丈夫でしょうか。ではどうぞ。ストップ。ではこちらのカードしっかり覚えてください。忘れないようにだけお願いしますね。大丈夫そうでしょうか。ではこのカードどこに行ったかわからなくなるようにしっかりと混ぜ込んでおきたいと思います。まあ、とは言ってもですね、これだけだとちょっと僕にとっては簡単すぎるんですよね。なのでどうするかというと、この裏向きのカードを繰り返して裏表裏表、カードの向きがぐちゃぐちゃになるように混ぜていきます。まあ、これ決して僕が M なわけじゃないですからね。まあ、自分への挑戦ということで受け取っておいてください。中身を見てみると、表だったり裏だったり裏だったり表だったり、当然場所によってはこんな感じで裏裏、あ、こっちは表ですね、こっちは裏、こんな感じの場所もあったりします。すっげーぐちゃぐちゃでやっぱり元に戻すのめんどくさそうですが、一度指を弾くだけ。そう、今度は本当に全てが裏向きに戻って、1枚だけ表向きのカード、このカードがあなたの選んだスペードのエースです。さあ行くぞ。こちらは王道のマジックですね。表と裏で混ぜたカードが元の向きに戻る現象を総称してトライアンフと言いますが、そのトライアンフの中でもトップレベルに簡単な手順で同じ現象を起こすことができます。当然このマジックでも難しい技法は使用しません。あ、ちなみになんですが、今取り組んでいて悩んでる技法であったり、過去に挫折した技法があればぜひコメント欄に書いてみてください。僕の苦手な技法もコメント欄に書いておきますね。この動画を見ている方みんなで共感して全員で上達していきましょう。さて、このマジックの解説ですが、まずは1枚のカードを選んでもらい、このカードを束の一番下にコントロールします。めちゃめちゃ簡単な方法を解説するので安心してください。カードを弾きストップをかけてもらい、カードを選んでもらうわけですが、この束を重ねる際に小指のお肉を挟み込んでおきます。この隙間をマジック用語でブレイクと言ったりもしますね。コツとしては小指全体をがっつり入れてしまうのではなくて、小指の腹のプニプニした部分を挟み込んでいるような感覚ですね。今この隙間の上のカードが選ばれたカードとなっています。このブレイクを保ったまま右手に移して、ブレイクから下のカードの半分くらいを上に回します。次に隙間から下のカードを全て上に回すと、選ばれたカードが束の下に移動するわけですね。これをどこに行ったかわからないように混ぜておくという理由付けをして行うことによって、気づいた時にはコントロールが完了しているという状態を作ることができます。さて、デックの一番下に選ばれたカードをコントロールすることができたら、ここからさらに難しくするという理由で表と裏をぐちゃぐちゃに混ぜていきますが、実はこれ混ざっていません。よくよく見てみると、あるところを境に表のカードと裏のカードがきっかり分かれた状態になっています。何回続けたとしてもこの状態が変わることはありません。この動きを最後の1枚まで続けて、このカードは表向きのカードの上に重ねます。今の動作がうまくいっていれば、下から裏向きのカードが連続していて、そこからしばらくが表向きのカード、そして最後に1枚裏向きのカードがあり、このカードが選ばれたカードになっています。
いやでもこの動きって表裏で混ぜてるようにしか見えないですよね。ここでバレないかなって言ってコソコソしてると逆に怪しくなってしまうので、堂々と行うように心がけてください。ゆっくり行ってもそうそうバレるものではありません。はい、ここからカードの向きを揃えるわけですが、解説を分かりやすくするために先にゴール地点を示しておきます。今このような状態になっているカードをこの境目からごっそり反転させてしまえば、そう、選ばれたカードだけが中央付近で表向きになっているという状態を作り出すことができます。ここに行き着くまでの流れですが、このような説明をします。表があったり裏があったり、裏があったり表があったり、当然場所によってはこのように裏裏の場所とかありますよね。本当に表裏ぐちゃぐちゃになっています。今この瞬間に全ての準備が整ったわけですね。やっていることはシンプルで、裏向きが連続しているところで一度分けて、次に表向きが連続しているところで分けます。最後に境目で分けて、さりげなくひっくり返して重ねていたわけですね。片手でひっくり返すのが難しいようであれば、机を利用してこんな感じの動きでひっくり返してあげましょう。あ、ちなみに境目の部分をどうやって探せばいいのか気になる方も多いと思いますが、トランプというのは一枚一枚微妙に反りがあります。この状態で向きが逆の場所があると、このようにトランプに微妙な隙間が出来上がるわけですね。これをナチュラルブレイクと呼びます。ここから取り開けていたわけです。もし新品のトランプで行う場合は、わざと多少の反りをつけてあげると簡単に位置がわかるようになります。境目の部分で取り分けて、このカードを反転させることができたら、ここまでで全ての状況が整っているので、あとはお好みのジェスチャーをしてトランプを広げればマジックの完了です。ただパッと広げてしまうとつまらないので、一つ目のマジックと同様に最初の方で一度止めて、まさかとなってから一気に広げてあげると、このマジックの魅力を最大限に引き出すことができると思います。マジックの技法には簡単なものから難しいものまで様々ありますが、見ている方からすればそんなの関係ありません。もちろん難しい技法はそれでしか起こせない現象がありますし、逆に簡単な技法で代用ができるのであれば、無理せずそちらを使うということも全然ありな選択肢だと思います。ただこれだけ簡単言ってしまうと、できなかった時に質問しにくいですよね。それは決してあなたのせいではなく、僕の説明力不足のせいなので、マジで気にしないで、わからないことはコメント欄に書いてください。僕を含め周りの方がアドバイスしに行きます。今後もこのチャンネルでは、あなたがやってみたいと思う名作マジックをできる限りわかりやすく解説していきます。ちょっとでもマジックに興味を持っている方には有益な情報をお届けできると思うので、チャンネル登録しておいてくださいね。それでは。